3万円からの投資生活。ということで、5月22日月曜日となりました。13週目に入ってしまいましたがですね、そんなこと気にせずに 進めていきたいと、思います。で、今日も日経平均から見ていきましょう。はい、日経平均が今日87円52銭高、19,678円28銭。0.45%上昇ということで、まず十字足ですね。なんとも読みづらいってことなんでしょうかね。このタイミング。まあ、ロシアゲート、ロシア問題、どういう形になっていくのか、まあ、確かに読みづらいところだろうなと、とは思いますよ。わかんないですもん、だって。何がどうなってんだ。特にね、海を隔てた向こうでは何が、どんな話が出てるのかわかんないっちゃわかんないですからね。はい。そんな中ですね、まあ、週末、先週末、ニューヨーク高く終わってたので、その流れを受けてっていうことでしょうかね。土日に特に新しい材料もなかったということですし、為替で111円前半、ですかね。で、気づけば原油が51ドルまで回復しています。JTEC の方ね、見てみましょうよ。JTEC 3円高235円ということで、1.29%上昇であります。5月23日になりました。日経平均から見ていきましょう。はい。日経平均65円安、19,613円28銭ということで、0.33%、小幅安でした。大型株が比較的軟調だったっていうような、イメージでしたかね。特に、まあ、値傘のところが、弱かったかなってイメージだったんで、トピックスの方が、下落率は、低いですね。そうですね。っていう、そんな形ですね。まあ、なんで、ベタに、トーエレとか、ファストリとか、その辺が、大きく足を引っ張るような感じですね。ファストリテイリング280円、37,000、飛び80円とか、そんな感じですね。ファナック、ソフトバンクも安いと。ところで、ディフェンシブが今日は堅調。あと、電線関係ですかね。何でしたっけ。古川電工とか。5801。古川電工4.95%上昇ですね。220円高、4,685、あ、4,665円か。というような形になってます。というようなところですね。では、もう早速いって。ちょっともう今日くったくたんですよね。まあ、土日名古屋のに遠征行って、で、昨日はまあ、夕方からその例の簿記の家庭教師があるなと、それ準備しながらですね、お昼過ぎぐらいにちょっと急な依頼があって、で、書類作んなきゃいけないっていうんで、その2日後の朝ぐらいには出したいって話だったんで、じゃあ次、火曜、今日やればいいかなとか思って、で、その日のうちに情報いろいろもらって、今日書き上げれば OK だなっていうようなスケジュールでいたんですけど、家庭教師やってる間になんか電話がかかってきてて、で、かけ直したら、もう明日の朝までには欲しいとかっていう話で、で、帰ったんですよ。事務所にね。で、事務所帰ったら、いや、もう、すぐ欲しいっていう話で、
いや、すぐはできないんだけどっていうような感じで、もうちょっとこう夜中までずっと、ああでもない、こうでもないって、だから電話、メールしながら作って、まあ、結局、納品したのは1時半とか2時前ぐらいでしたかね。で、多分これで大丈夫だと思います、みたいな感じが2時過ぎ。で、そっから、まあちょっと頭フル回転させちゃったんで、あんまり眠れず しばらく起きて、で、まあ、もうしょうがないですよね。もうね、これは っていう感じなんで、ちょっともう、疲れたということでですね JTEC 見ましょう。はい、ちょっと、ワイプの位置を変えまして、JTEC ですね。はい。JTEC 3円安232円ということですね。行ってこいということですね。はい。ありがとうございます。ということなんです。IPO の話ちょっとだけしますと、まあ、なんですか、その辺の IPO サイトとかの情報をそれなりに信じてしまっていいんだけれども、精度の高いものとしてはやっぱり有料になっちゃうんですけど、トレーダーズウェブの初値予想はかなり、精度が高いっていう話でした。ただ月1万円払うかどうかってことですよね。ちょっと高くないって言ったらまあしょうがないっつって。よくよく考えたら、だからその大学の講師ですから、派遣人がね、出てるわけですよね。ああ、そりゃ、それ金払ってそら見れるのずるいじゃんっていうね。羨ましい。うちはもう全部ね。多分出ていく一方ですからね。まあ、そんな感じ。まあ、トレーダーズウェブかなり信用していいよっていうような話でもありました。あと、やっぱりその際、返す、その会社のホームページのページビュー数、閲覧数っていうのがかなり、なんでしょうかね。株価の上昇度と連動するらしいです。ただ、それを調べる手段はないんですけどね。はい、残念ながらね。なわけですよ。で、講師でやってるやつは、なんかイスラエルの会社からその情報を買ったって言って、そんなことあるわけって。もう、それは我々にはちょっともう手出せませんわっていう話なんですけど、ちょっとまた、またお酒飲みながら聞いちゃったんでですね、いろいろまた、細かく見方とかを改めて聞いてきます。はい、ということで、お願いします。質問あれば、まあ、個別にメールとかでも聞けるんで、なんかあればコメントください。はい。という感じです。評価額見てみましょう。はい。JTEC 100株232円で、ということで、時価評価額23,200円。評価損益がマイナス2,700円。10.42%のマイナスということになっております。なかなかちょっと思ったりする、何ですか。イギリスでしたっけのコンサートの爆発がちょっと、リスクオフに傾いてるとか、そんなところもあるようですので。で、引きにかけてちょっとマイナス、ちょっと売りが先行というか、売りが、の圧力が強まった形になってしまいましたんでね。明日どうなるかというところです。今日、だから、あと、まあ、いいや。はい、ということで。はい、ということで、5月23日火曜日でした。はい、5月24日水曜日ですね。そんなに大きな出来事もなかったんですが、まあ、あの会社を中心に、多分個人の物色とかが結構広がっているようなところがありましたので、その辺の話も触れたいと思うんですが、日経平均から見ていきましょう。はい、日経平均が今日は、
129円70銭高、19,742円98銭ということで、0.66% 上昇ということですね。はい。比較的、まあ、昨日ニューヨーク高かったリスクオンで、一時100、為替も112円っていうところではありましたが、ちょっと商いは少ないかなっていう感じですね。今週はずっと少ない。先週結構ね、盛り上がりましたからね。っていう感じで、ただ、しっかり、なんですか、この離れ小島みたいになってるところにちゃんと戻してきているところからもう一回2万円トライできるのか、またロシアゲートの問題がうんぬんということになるのかということで。で、多分、業種別で見ると今日、情報通信がいまいちだったので、確かですね。医薬品もそうですけど、多分に、まあ、NT 倍率はちょっと上昇みたいな感じなんでしょうけど、そうですね。新興市場の値上がり上位をちょっと見てみたいんですけど、まあ、ジャスダック、ああ、ちょっと、東証2部もちょっと合わせてみたいところなんですけど、ですね、パド？4833とか、あとパスポートもそうですね、パスポート、そんな、チャスダックして、あとイデアインターナショナル、とかですかね。こんなところ。あとちょっと2部に行きまして、堀田マルショとか、あと、マザーズか。マザーズゆめ展望。この辺の、これ全部市場別の値上がり上位ですが、値上がり率上位ですが、ライザップ関連がかなり上がってると。で、ライザップの株価はこれ見らんないので、確か。札幌は対応してないんですね。そうなんですよね。多分、見てる方もお使いの 証券会社で、結構ネット証券は札幌とか地方の取引所対応してないことが多いと思うんで、札幌、名古屋、福岡。まあ、ライザップ買えるのは対面証券使ってる、方だけのメリットかもしれないですね。まあ、注文できるところもあるんでしょうけど。対面証券でも、パソコンで入力できないんですよね。まあ、会社によると思うんですけど、私の知っている人がいるところで。だから、もう今なくなった伝票とか書いて注文するんですけどね。まあいいんですけど、それは まあそんな感じで、ライトアップ関連がかなり、脚光を浴びたということで、堀田マルショーですね、今日。また、買収しに行くっていうことで、今日はストップ高ということですが、まあ、こういうところ、まあ、こういうことがあるんでね、やっぱりね、結構ね、どうなるかわからんっていうことですよ。そんな続きで GTEC 見てみますが、GTEC 今日は3円高235円、行ってこい、ということですね。はい。そんなことです。はい。まあなんかちょっと怪しいですけどね。このライズアップ関連の動きとか。まああんまり好きじゃないです、個人的には。ただまあ、個人投資家がバタバタね、売買するっていう意味では面白いのは、まあ間違いなく面白いと思うので。ただ、会社としてどうかなって思うと、ちょっと昨日の動きもちょっと怪しかったよねって、まだここ発表前の時点で動き始めてたので、これちょっと怪しいねっていうのは。まあ、新興市場にありがちですけどね。発表前にちょっと動き出すっていうのはね。まあ、ちょっとなんか、何かが動いてるんでしょう。ね。というのと、あと、ですね、JPX400? JP、に、え、JPX 日経、日経 J、え、JPX 日経400の入れ替えがあって、で、ちょっと細かいところまでですね、情報を切れてないんですが、入れ替え銘柄、ダイワと日興が、
予想を出してて、日光の方はちょっとですね、見れてないんですけど、その採用の中身。ダイバーが出している採用候補。予想順位上位銘柄ってことで出てます。西武。ですね。西武4円高に1103円ですか。西武ホールディングス。まあ、ちょっと何ですかね。採用される可能性が高そうな順にちょっと紹介していきますね。西武。オープンハウス。バスずっと上がってるんですね。で、あと、三井化学4183。1円安545円。あとサントリー食品。30円だから5360円。次にこの22日に発表があったんで、23日、昨日の時点で反応しているんであれば反応しているじゃないかなと思います。あと1860、戸田建設。昨日上がってる感じですよね。で、ちょっと帰ってきちゃってるというところですけど。あと、除外の候補としては、郵政、日本郵政。これも多分予想順位が高い順だと思うんですけど、7014、名村造船。ああ、厳しいですね。なかなかね、名村造船。あと、三共立山。とか、あと、ああ、最近調子悪い日揮。ですね。あと、北洋銀行、グリー、クックパッド。クックパッドは外れますか。ああ、最近ちょっと調子悪いですね。まあ、ごたごたしてるっていうのもあるんでしょうけど。で、あと、日光の方で一銘柄だけニュースに上がってるんで、電通、4324、電通は内部統制の不備で外されるんじゃないかという感じですね。あ、やっぱ昨日ちょっとまた一段安でしたもんね。そうですね。っていう感じのようです。評価額見てみましょう。はい。JEDEC 100株235円ってことで、23,500円。時価評価じゃない、評価損益が2,400円のマイナス、9.26%の評価損という形になっております。ちょっといただいたコメントに触れていきたいと思うんですが、東芝の話題が多かったですね。9,500億円ってとんでもない額だなってことで、東芝に皆さんやっぱり気になりますよね。6、あれ、6301でしたっけ？違う、違う、6502ダメだ。はい、6502。今日上がってますね。19円40銭高、251円50銭。なんか東芝の動きって結構わかりやすい感じありますよね。今日上がるなと思ったらやっぱ上がりましたね。なんかつかめてきました、東芝は。はい。で、アクザイルで月からもう織り込み済みだから、これ以上価格下がらないのかもねって感じですね。200円でしっかり、まあ、多少ちょっと下にはみ出る部分はありながら。で、220円くらいは値固めできたのかなっていう感じもありますよね。で、あとは、売却先とかどういうふうに動いていくかっていうところで、またどうなるかっていうところかなと思いますが。まだ、あと、ちょっとね、わからないところ、部分がどう動くかと。で、通貨、稼ぎ頭の威力とメモリーを売却すると賞金殺到とは思えないよなということで、もうその本当その通りなんですよね。東芝本体はじゃあどうしていくんだっていう、だからまだその当初の話、一番最初はね、20%ぐらいは、保有継続するって話でした。で、今となってはもうそれどころじゃないと全部売却もあり得るって話で。そうなると、じゃあ残った東芝は何なんだって話ですよね。何を、どうやって生きていくんでしょうかね。ね。っていう感じ。なんか、まあいいですけど。まあ我々としてはやっぱりちょっとメモリのイメージとかね。まあちょっと今は全然あれですけど、家電のイメージもあるし。レグザ好きだったし、サザエさんの CM のイメージもあるし、ね、っていう感じですけど、
ええー、まあそんな東芝ですね。東芝の話は先々週ぐらいにちょっと違う動画、ちょっとあいつニコタ、ニコ動で見てる方は見れないですけど、YouTube の方に、パニック株投資についての話をしたりもしたので、まあご興味あればご覧ください。というところですかね。GPX400 の銘柄ちょっとレポート探したんですけど、見つからなかったんで、台湾の方見ても、日光の方見ても、ちょっと、また見つかったらちゃんとお伝えするかもです。まあ、ちょっとまたこの動画でやるかどうかわかんないですが、LINE の公式アカウントの方からお送りするかもしれないですけど、ちょっとそんな形になるかなと思っております。ということで、5月24日水曜日でした。はい、5月25日木曜日ですね。はい。まあ今日も堅調ですね。まあアメリカが強いというところなんでしょうけどね。では、見てみましょう。はい、日経平均70円15銭高、19,813円、13銭ということですね。0.36% 上昇と。ということで、まあ、強いですね。ちょっと日足になっても、あ、週足になってましたが、日足この形です。まあ、しっかり窓を埋めて、ここまで戻ってきた。今日もちょっと弱く、まあ、小安くスタートして、後半上昇してくるっていうような展開で、まあ、力強いね、と。っていうところですね。主力は強かったんですかね。そうでもない。意外とあれです。内需が堅調っていうような感じですかね。電気、ガス。まあそう、運輸関連。倉庫、運輸関連。珍しいですね。上の方にいるっていうのは。三井倉庫が上がっている。なんかありましたかね。はい。あと、情報通信。ソフトバンクですかね、今日ね。ソフトバンクが強かった。ソフトバンク見てみましょうか。NVIDIA に出資をするとかなんとかって話。322円だが8,834円。ここまた抜けてくるのかどうなのか、9000円超えるのかっていうところでしょうね。まあ、NVIDIA で、この前本当に最近LINE の方に、NVIDIA 買って儲かってますっていうような、公式 LINE の方にメッセージいただいたんで、まあよかったなと思ってますけど、ソフトバンク強しですね。ところ。あとは何ですか？今日はさすがに、ライズアップ関連一服みたいなことだったようで、値下がり上位、夢展望とか、パド、インディアインターナショナル、パスポート、パスポート朝方だけ高かったですけどね、その後まあ押されてって感じ。もうすぐ、もうシューっつって、下がってね、ざまあ見ろっていう話だよね。はい。ちょっとあんまり好きじゃないんですよ。なんか怪しいなーっていう感じなんですよね、いろいろ。いいんですけど、別にライズアップ使って、ね、利用してる方は別にいいんですよ。ライザップ使って痩せるとって、私も痩せなきゃいけないっていう話なんですけど。それ別にね、消費者として使う分にはいいんですが、ちょっと投資はしたくないなっていう感じなんですよね。まあいいんですけど。まあそんな値下がり上位。で、値上がり率上位を見るとですよ。今日また多分ですね、ビットコインが34万円。まあなんかみんなドルで言うんですけど、私は日本円であえて言います。日本国内での取引高が多いからですけど、34万になってます。最高値ですね、確か。で、まあ、ビットコインのコミュニティ的な言い方をすると、そのセグウィットを搭載しようぜっていうのが、その取引所のグループの中で統一意見というふうになった。で、ただ、
まあ、わかんなかったらちょっと無視していただいていいんですけど、マイナーの方だ、それはちょっと、やっぱり納得できてない部分もまだあるんで、どうかわかんないよとは、私は個人的には思ってますけどね。中国のマイナーはまだ、セグウィット搭載派じゃなく、アンリミテッドをまだ支持する、勢いっていうのが多分強いんじゃないかなと思うので、ちょっとどうなのかなと思ってますけど、まあ、ただ、ね、投資家からすると、セグウィット搭載でいいんじゃないのっていうような話だったりしますし、まあ、そんなに情勢は変わってないなっていう感じなんですよね。ただ統一の意見が取れましたよって話で。で、リミックスポイントとか、リミックスポイントを今日、20、リミックスポイント変えたんですもんね。ちょっと失敗しましたね。失敗したっていうか、まあ、しょうがないんですけど、いけたんですよね。3万円とかで、普通にいけましたからね。あと、トレーダーズ、インフォテリアあたりの、仮想通貨関連が高かったと。フィスコとかはあんま動かないんですかね。フィスコとかだとちょっと違うってイメージなんですかね。あんまり、フィスコ、ジャスダックですよね。入ってきてないんで。はい、なんかちょっと違うんでしょうね。というところで、私の今年の推奨銘柄、フロンティアが、いますが、ダメなんです。全然ダメなんですよね、フロンティアね。あ、でも戻ってきた、だいぶ。すごい。なんかあったんですよ、今日ね。すいません、あんまりチェックしてないんですが。人工知能エンジン、キビットを用いて、顧客満足度を向上するデータ活用の検証を行い、高い効果が得られたことを確認したと発表していると。まあ、もうまさにその第4次産業革命、中核の銘柄と言ってもいいんじゃないかと思っていたところですので、かなり、今年の年初に上げた動画でかなりフロンティアを押したので、の割にはダメだ、ずるずる下がってきちゃったんでね、すいませんって感じだったんですけど、まあよかったです。SMBC 日興証券では、キビットの積極活用サービスによってサービスの向上と業務効率を通じた社全社的な働き方改革の実現に取り組むという。日興はそれこそ、本部社員の人は在宅勤務が解禁されたんですよね。羨ましい。会社行かなくていいってことですよね。もう本当羨ましいですね。そんなんだったらサラリーマン辞めなかったかもしれないですね。いいなぁ、日興は。ということで、まあ、こんな感じでフロンティアだいぶ戻ってきたよと。年初水準ぐらいまでとりあえず戻ってくれれば、とりあえずはいいかなと思いますけど。そんなところで、出てくみましょう。今日は1円安234円ってことでね。響かないですね、JTEC は本当にもう。はい、はい、5月26日週末となりました。5月4週目ですね。ということで、まあ、なかなか一進一退というところですが、日経平均から見ていきましょう。日経平均今日は126円29銭安、19,686円84銭ということで、0.64%マイナスというところでした。ちょっとまあ、行ってこいというか、後半下げましたね、なんかね。まあ、徐々に下げ幅を切り下げるような。で、14時から大きくまた下落っていうことなんで、何かあったっちゅう話ですよね。材料的にというか、まあ、為替が、このタイミングで円高になったかなと、いうところではあるんで、5分足とかで、まあそうですね。やっぱりちょっと為替の方が早く動いたのかなっていうような気はしますが。というところでした。任天堂が、活況ですね。今日また、随分上げましたですね。1,740円高、3,350円。なんでしたっけ？アメリカの小売りの
名前忘れましたね。なんだっけな。忘れましたけど、それが、ちょっと、業績赤字見通しだったんですかね。減収見通しだったのか忘れましたけど、だったのが、スイッチの売れ行きが非常に好調だということで、まあ、業績良かったというような、話だったと思いましたが、それぐらい結構、スイッチの効果がいろんなところに波及しているというところがあるようですので、それも任天堂で帰ってきていると。あと、何でしたっけ、スマホゲーム、スマホ用ゲームも好調だと。コイキングかなんかのね、ゲームアプリが好調だということで。はい。ということで、JTEC を見てみますと、1円安233円ということでですね。また、じわじわ下げるということでですね。まあそんなところで、評価額を見てみましょう。はい、JTEC233 円ということで、23,300円、マイナス2,600円、10.03% のマイナス。もう230円台だったら大体ボードを用意してあるからもう楽なんですけどね、編集ね。こんな形ですよ。昨日、ガスト行ったんですけどね。ガスト、下北沢の南口の駅前にガストがあるんですけど、で、ガスト行ったら、ハンバーグ&チキン南蛮を頼みます。そしたら、ハンバーグはもうないって言われてですね。そんなことあると思って。夜8時ぐらいですよ、まだ。8時、7時半ぐらい。ハンバーグがないとかありますかね？ガストで。もうガストのメニューの3分の1はもうないようなもんですよ、そしたら。こんなバカなと思ってですね。そんなスカイラークの株価見てみましょうか。スカイ3197、スカイラーク。今日90円安1728円。結構いいですね。また、どこまでこれ落ちるのかわかんないですけど、ふわーって下がって、この75日線あたりでまた跳ね返ってくれば、いい形の上昇トレンドじゃないですかね。さすがやっぱり、内需株強いですよね。内需株というか。こんなね、ガスト、残念。だから、サイゼリアに行けばよかったですね。なんです。はい。そんなことで、今週、あと明日配信の、メルマガで、多分、明日とですね、あと6月の3日配信のメルマガで、6月のカレンダーを配信しますので、メルマガ取られている方はご覧になってください。ということですね。あと私は、ちょっといろいろ立て込んでるので、カレンダー作り終えるかどうか不安なんですけどね。簿記の家庭教師も行かなきゃいけないしですね。ちょっといろいろ、コンプライアンス研修とかの資料も作らなきゃいけないんで、バタバタしてるんですが、まあなんとか、土曜日までに作って、メルマガも作らなきゃいけないので、まぁ、ちょっと週末毎回バタバタしちゃうんですけどね。はい。こんなところで、5月26日金曜日でした。